皆さん、そろそろ真ん中にご集合をお願いいたします。3月、熊本市東区で開かれた車椅子バスケットボールのイベント。参加していたのは、日本代表として過去に2回パラリンピックに出場した平井美希さんです。今日はやらないの？私ですか？私はやらないです。なんでですか？なんで？裏方です。この日はプレイヤーではなく運営の立場です。もう目指さない？そう、今まで支えてもらった分をどこかでなんか返していけたらなっていう、うん、これからなんかいっぱい車椅子バスケットのことを知ってもらいたいなっていうのと、なんだろう、なんか若い人たちに思いっきりやってほしい、思いっきりと、あとなんかこう目指すものを見つけてほしいなっていう思いでいます。東京パラリンピックを最後に日本代表を引退し、車椅子バスケットボールの普及活動に力を注いでいます。またやり始めて分かったんですよ。こんだけ人がその一つの事業をする、大会をするのにこんだけ動いてくれてたんだなっていうのが分かって、相当な人と時間とお金とかかってるっていうことをさらに分かって、あ、これ自分もなんか、したいなっていうか、痩せないよねっていう。日本代表として活躍というか、期待にを向けられて結果を出さなきゃいけないというプレッシャーの中のその経験を、やっぱり次世代の人たちに直接こう教えられるっていうか、伝えられるっていうその人材っていうのは本当に、そんなにこう全国見ても一握りしかいないので、いろんなこう普及活動に率先してやっていただいてるっていうのは本当にかけがえのない存在だというふうに思います。普及活動の傍ら、選手としてのプレーも続けています。あ、痛いよね、わかる、すっげえわかる。向こうがストップしたけ、次こっちがシュート、前に出してあげる、前に出してあげる、前に出せ。パスもらう人も受ける人も名前呼びましょう。人一倍大きな声で選手を盛り立てます。ディフェンス入ります。リバウンド入り、直線じゃなかったよね。しかし時々咳込む姿が、はあ、そうですね、7割ぐらい、いや、そこまでも行ってないかな。はい、実は平井さん、東京パラリンピックの直後にある病魔に襲われました。これは気管切開した時の傷で、まだ塞がってない。1年、宣告されたのはステージ4の喉頭がん。3ヶ月、4ヶ月近いんですけど、え、私って、私元気なんですけどみたいな。やっぱ一番がバスケで、あ、バスケできる私みたいな。生活変わるんかな。真っ先に脳裏に浮かんだのは、20年間休むことなく続けた車椅子バスケットボールのことでした。すぐに入院した平井さん、呼吸ができるようにするための気管切開を行いました。その気道を塞いでもおかしくない、結構危ない状況ですっていうので、すぐ入院ですっていうところでしたね。声帯の少し上ぐらいでの、もう素人がパッと見た感じ、もう9割ぐらいを気道を塞いでる状況のサイズの腫瘍があって、放射線治療などのため半年間の入院。退院する頃には体重が15キロも落ちていました。普段の生活が当たり前じゃないんだなとか、やっぱ仕事で忙しい、バスケで忙しいとか、なんか何かしら理由をつけていかないんですけど、まあね、やっ
ぱり自分の体は自分しか分かんないので行くべきなんだろうなっていうのを。はい、退院の3ヶ月後にはコートに戻りましたが、以前の体力はほとんど残っていませんでした。見えてるんだけど通せない、自分のこう好きなポジションで、打てないっていう歯がゆさはあります。意外に大きかったですね、半年。これまでにがんの再発は確認されていません。再び車いすバスケットボール中心の生活を送っています。いいプレー、左がめっちゃパス力ある。その見てる動画って何の？この前の試合の動画です。落ちてはいるんですよ、実際。あの頃に比べると全てにおいて、なかなか戻したい気持ちもありつつ、葛藤してます。相当下手くそになってるので、ね、今は世界の舞台ではなく自分自身と戦っています。先週のパリパラリンピックのアメリカ戦は自宅で応援しました。日の丸を背負うってそれだけすごい覚悟がいることなんですよ。で、今の自分にはそれまでそこを代表を目指す覚悟はなく、なんて大変さを分かってるがゆえに、そんな簡単に目指せる場所じゃないんですよ。今後パラリンピックを目指すことはありません。まあ、プレイヤーとしてももう少しやりたいなっていう気持ちもありつつ、その頑張ってる人を応援する側でもありたいなって思います。がんとの戦いを乗り越えた平井さん、はい、早めに自身も成長しながら若い選手の背中を押していきたいと話しています。